皆さんこんにちは。セノンプレゼンツプロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。司会進行の半田愛です。今回はですね、 OB クラブの理事長室からお届けをいたします。そして早速ゲストをご紹介いたしましょう。元ソフトバンクホークス、平成唯一の三冠王のタイトルなど数々の伝説を築いた松中信彦さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。ぜひお手柔らかに。いや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 、私が言うセリフではない。いやいやいや、僕もなかなかその YouTube っていうのは、はい、あんまり出たことないんで。そうですか、ね。はい、じゃあ貴重な今日お話伺えればと思います。よろしくお願いいたします。松中さん、早速なんですがですね、はい、まずレジェンドからレジェンドへということでメッセージがございまして、ちょっとこちらからご覧いただこうと思います。はい、信彦さん、元気ですか？元気してます。今年はロッテの臨時コーチもして忙しいと思いますが、そうだな、信彦と初めて会ったのが社会人1年目の時に新人研修というところであって、その時右投げだったんです、実は。左を故障してて、バッティングはいいもんだから全日本の関係者が 右で投げさす練習をしてて、でアトランタで見たら左投げになって戻ってたというでも右投げできたの、ね、確かね、あいつ60メートルから70メートルぐらい投げれるって言ってました。そうだよね、もうちょっと投げる。確認しておきます。そうですね。あとはあのハンドボールのなんか会長かなんかやってるみたいな。会長やってるんです。息子さんがやってる。もうあのそういうのも抜きで野球の方をまたちょっとね、ロッテの臨時コーチもやってますから、野球界の方にあの貢献するようによろしくお願いします。ということで、はい、少し前にですね、はい、この番組に出ていただきました宮本慎也さんですが、はい、先輩で。はい、もうすごくあの可愛がっていただいてですね、あの先ほど宮本さんが言うように、僕はちょっと18歳の時に、で宮本さんが大学卒業されての一番最初のその全日本の広報合宿というところに一緒に行かせていただいたのが初めてお会いして、でもうプロ入ってからはもう本当にこうすごく可愛がっていた、食事も連れて行ったりもあったりとか、あの僕はまあ守備が下手だったので、うん、守備をのことを聞いて、で宮本さんは後輩たちに、はい、を連れてきて、ちょっと信彦バッティングの話をしてくれっていう話をしたりとか、まあ、本当に いろんな意味であのアドバイスをしていただける、本当にあの素晴らしい、で WBC も一緒にね戦ってもらった、一緒に戦ったし、まあ、いろんな話を、はい、あのさせていただいた本当に大先輩です。はい、いつもその下の名前で呼ばれるんですか？そうですね、大体のもう怒られる時も、あのいろんな意味でもう怒られる時もあったんで、はい、信彦ってすぐ言われるんで、はい、そうですか。はい、あのメッセージの中での何かこう訂正点などはございますか？先輩のメッセージですが、右投げ60メーター、いや基本90メーターぐらいまで投げられますね。まだ30メーター投げられます。もうちょっと投げられます。まあどこ行くか分からなかったんですけども、投げれたっていうのはありました。でもすごいですね。そうですね、まあ、あれができたおかげで、はい、こう自分の人生も変わりましたし、はい、そうですか。あとはそのハンドボールにも今尽力をされていらっしゃるということで、はい、日本ハンドボールリーグのアンバサダーでいらっしゃるということですね。昨年もで、また今年も8月末から始まるんですけども、はい、今のところ継続として、あのアンバサダーっていうところをさせていた。だからあの理事長も違うんですよあのそこじゃなくて、はい、あのハンドボールを広めようという、はい、なるほど、はい、あのところをやってます。あのもう誤解ないように、野球界は野球界でしっかり、はい、そうですね、貢献したいっていうかね、はい、恩返ししたいと思ってるし、はい、プラスやっぱり自分の息子がハンドボールっていう競技をすることによって、今やっぱりどうしてもマイナースポーツなので、やっぱそれをやっぱ少しでもメジャーに、スポーツにしたい、はい、で今年はそのオリンピックでもやっぱりハンドボール競技っていうのは実際あるわけなので、まあ、そういう意味でもいいステップとして、はい、あの広めていければなというふうに思っています。なるほど、はい、あの多方面で活躍をされていらっしゃる松中さんですが、少し、まあ、ファンの方も気になるアマチュア時代から伺ってまいれ、はいはい、参ろうかなと思うんですが、野球を始められたのは小学4年生、はい、4年ですね。まあ
地元のその野球チームっていうのはもう4年生からしかなかったので、はい、保育園とか幼稚園の時からは、まあ、うちの親父がソフトボールやってたので、まあ、それについて行ってたんですけども、なかなかそのクラブチーム今みたいに小学校から入れるようなところなかったので、まあ、基本4年からその部活に入ったっていうところですね、はい、やってたのはもう全然小さい時からやってましたけど、はい、そして高校が八代第一高校へということで、はい、現在の修学館高校ですね。修学館高校ですね、はい、あのまあ、修学館というと熊本の強豪甲子園の常連というイメージもあるんですが、そうですね、最近になってからですね、あの僕の時は全くそういうのなくて、まあ、元阪神だった遠山さんが、はい、まあ、有名な、そうですね、遠山さんがいらしたぐらいで、やっぱ最近その他県から選手が集まってこう強くなったというか、はい、いう感じの高校かなというところですね。なるほど、はい、その、松中少年からその高校時代にかけては、はい、どんな選手だったんでしょうか。まあ、中学の時は163センチというもう本当に小さい、選手だったんですけども、ちょうど高校1年の時に、まあ、先ほど宮本さん言うように左肘を壊して、はい、で右投げに変えて高校でもその時にちょうどその時に身長が伸びて178センチぐらいで伸びてですね、高校3年の時にはまあ少しはそのプロ候補というかドラフト候補に上がったぐらいですね、でも全然あの下位っていうかいう感じの選手だったですね、はい、なるほど。ポジションは？ポジションは最初はその肘壊す前はファーストだったりピッチャーとかしてたんですけども、壊してからやっぱ右投げっていうところでやっぱボールが先寄ってどこ行くか分かんないので外野をやってました。あ、なるほど、はい、外野だったら内野がカバーしてくれるので、はい、そういうことですね、はいはい、まあ、高校野球というと甲子園を目指すところかと思うんですが、はい、松中さんにとっての甲子園というのは、まあ、どういう場所ですか。まあ、夢でしたね。夢、はい、全くその当時強かったのは、まあ、熊本なんですけど、はい、やっぱ熊本工業だったり九州学院だったり、まあ、本当強豪チームがすごくあったので、まあ、全くその自分が、出れるとか、はい、目標とかいうところじゃなかったですね。そうですか、はい、一応僕が4番でエースもいたんで、はい、まあ、エースのピッこのプロ志望だったんですけど、いい選手だったんですけど、なかなかその本当に実現として目標としてプロ野球甲子園行けるっていうことはなかったですね、行けるかなじゃなくて、そうもうなんか夢みたいな、はい、感じのでしたね、はい、そこからプロへの思いというのは高校時代どういうふうに松中さんご自身は、僕はやっぱりそのプロに行きたいっていうのはもう思ってたんですけど、もうなんせその肘を壊して、はい、やっぱり投げるのがやっぱりどうしてもマイナスっていうか、やっぱり18歳から DH っていうのはなかなか難しいと思うので、やっぱり投げて守れて打つっていうのが多分最低条件、プロに行けるっていうのはあったので、はい、やっぱ高校ではちょっと難しいのかなというところで、まあ、今カズサマジックっていう、はい、今新日本あの君津の方にお世話になることになったんですよね。で社会人行ってからいつかはこう肘を直して、あの元の左投げになって、まあ、プロ目指せればいいかなという思いはありましたね。なるほど、はい、その、まあ、社会人野球を経験されるわけですが、松中選手として、まあ、こう本格的に花開いたという、はい、タイミングというのはその時期になるんでしょうか。そうですね、社会人入ってなんか知らないですけど1年目からもうめちゃくちゃホームラン打ってる、なんか知らないけれども、はい、本当に知らないんですけど 入部して、はい、まあ投げれないんで、でやっぱ DH で使ってもらったんですけど、もう本当練習試合でポン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 ホームラン打ち出して、はい、結構なんか話題になっちゃって、そうですよね、はい、それで、まあ、先ほど言ったその全日本候補のメンバーに選ばれたっていう、はい、もうびっくりするぐらいホームラン打ったんですよ。その当時新日鉄君津ってそんなもう本当に強くなかったんですよ。でだからやっぱりその遠征行くっていうこともほぼ、はい、弱いところばっかりだったんですけど、
でも行けば行くほどその僕がパンパンパン本番で打つんで、はい、まあ、その噂がすごく全国的に広まって、でその全日本っていうところに行けたので、なんかあれは不思議でしたね。もうこんなホームラン打てるんだなみたいな、まあ、その当時は不思議という感覚であっても、はい、例えば後から分析をされたりしますとどういうことだったと思われますか？どうですかね、やっぱりその高校3年生終わって半年ぐらい、はい、まあ、野球をしないじゃないですか、でもその間進路は決まってるんですけど、はい、僕はもう親父からもう口酸っぱく言われてたんで、はい、ずっと練習をしてたんですね。まあやっぱ遊びたいじゃないですか、はい、高校生もそうですよね。特に中3の半年、高3の半年っていうのはやっぱり何をするかっていうところで多分変わってくるんですよね。その中で僕はもう本当にトレーニングやってたし、野球もやってたんで、まあ、その辺が用意どんで18歳で社会人入った同学年の選手とやった時にはもうスタートラインがもう多分違ったと思うんですね。なるほど。それでいきなりその社会人でもできたのかなと今思えばですね、いう思いはありますね。もう、まあ、同学年というか同世代の皆さんからちょっともうスタートラインが、そうですね、じゃないとそれだけやっぱり、他の、まあ、極端な全国レベルの選手よりは劣ってたと思うし、やっぱスタートラインやっぱそこに同じかもうちょっと上に行っとかないとやっぱ勝負できないなと、やっぱどうしてもその当時は九州というか熊本のレベルと関東のレベルって多分違ったと思うので、はい、そういう意味では、まあ、覚悟を決めてというか、いうのがあったので、はい、まあ、その辺がすごくプラスになったのかなと思います。球児たちにも、おそらくアドバイスになるのかなと思うんですが、その高校卒業してからのトレーニング、はい、野球というのは具体的にどんなことをされてたんですか？いやいや普通に体を動かしたり野球をするっていうのがすごく大事で、もう止めないという、はい、続けて、はい、やっぱそこで一回止めてしまうと多分戻すのに時間かかるし、今まで厳しい練習してファッとこう抜いてしまうと、はい、まあ極端に言ったら太ったりとか筋肉が衰えたりとか、そしてそれを戻すまでに時間かかってしまうとか、いうところがあるので、はい、まあ、遊びたいっていうのはあるんですけど、最低限のトレーニングはずっと続けとかないと、やっぱ大学だったり社会人行くときに良いどんでいけるかって言ったらいけないと思うので、その辺はすごく大事にされた方がいいかなと思います。現役中に松中信彦スポーツミュージアムを作っていらっしゃいますが、はい、まあ、地元八代への恩返しと、はい、スポーツを通じた青少年の健全育成のために役立ててほしいという思いが、というふうに伺っておりますが、はいはいはい、今の球児にこう伝えたいことは終わりですか？伝えたいことそうですね、まあ、地元の子どもたちには、はい、やっぱり甲子園も目指してほしいですし、プロ野球選手になってほしい、はい、特に熊本 の, そのプロ野球選手っていうのはだんだん減ってきてまして、やっぱ昔はねもうそれこそ、まあ、川上さんはもう熊本上の人ですけど、秋山さんだったり伊藤さんだったり前田さんだったり、はい、たくさんこう言えるんですけど、今だったら誰だって言ったらもう村上くんぐらいしか出てこないんですよね。なのでもっともっとその熊本から、はい、プロ野球選手が出てきてほしいと思うので、まあ、そのためにはまず底辺っていうかですね、もっともっと野球少年がもっとこう活発というか増えてきてほしいですし、そのために自分が何をできるかっていうところではやっていかない、まあ、今回その今年から独立リーグが熊本にもできましたし、はい、まあ、そういう意味でもその受け皿っていうのは少しずつ増えてきていると思うので、まあ、そういう中でこう少しでもなんかお手伝いできればなというふうに思っています。大きなお手伝いですよ。いや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 、やっぱりそうね、地元もそうですし今住んでいる福岡もそうです。だから、先ほど言ったハンドボールっていうのも、はい、結局福岡からこう発信していきたいというか。なるほど、はい、で野球は熊本から、はい、もう福岡はね野球はもうソフトバンクがあるので、もう 何も言わんでも、もう広まってるんですけど、熊本っていうのはなかなかそういうところがまだまだだと思うので、できればいいなと思ってます。はい、次回はその先のアマチュア以降のお話を、はい、伺ってまいりたいと思います。はい、またよろしくお願いいたします。はい、お願いします。
ということでチャンネル登録そしてグッドボタンもお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。